もうすぐ2023年も残すところあと1日となりました。今年もスーパーハイライトがいくつも記録されましたね。ということで今回は2023年を振り返ろうという意味合いを込めて2023年に起こったスーパープレイ30選を一緒に見ていきましょう。まずはじめに紹介するのはドンチッチの神プレイです。4クォーター残り30秒同点の場面、右サイドでボールを持っていたドンチッチは味方からパスを受け取るとかなり打ちづらい体勢から3ポイントを見事沈めます。2人のディフェンスにかなりのプレッシャーをかけられながらもボールを取られないハンドリングスキルに加えてしっかりシュートを決めてくるフィニッシュ力はもうさすがとしか言いようがないですね。続いてはロケッツとの一戦で見せたカリーのプレー。ウィングでボールを持っていたカリーはドリブルでディフェンスを鮮やかにかわし、スリーポイントを見事成功させます。スリーポイントをしっかりと決めるところもさすがですが、ディフェンスがかなり遅れてしまうほどのカリーの緩急をつけたドリブルは本当に素晴らしいですね。もし僕がディフェンスだったらこの緩急すらなく、ぶち抜かれてしまいますけどね。次に紹介するのは今年のドラフトで見事1位指名を獲得したウェンバンヤマのプレーです。速攻を仕掛けたウェンバンヤマはチームメイトからのアリウープパスを受け取ると豪快なダンクを叩き込むんです。正直ウェンバンヤマにしか届かないようなパスをボールを下ろすことなくそのままダンクなんてされてしまったらブロックするなんて不可能なのではと思ってしまいますね。またしてもウェンバンヤマのプレー、正直ルーキーとは思えない彼の活躍ぶりには本当に驚かされてしまいます。チームメイトがシュートを放ちますがリングに弾かれて外れてしまいます。しかし後ろから飛び込んできたウェンバンヤマがリバウンドを獲得し強烈なダンクを叩き込むんです。相手選手の方がリバウンドを獲得するためのポジションは良かったはずなのですが一切関係ないかのようなダンクですね。このプレーはもはや身長の暴力と言っても過言ではないのではないでしょうか。Because looking wood, getting baptized by the unfriendly skies.続いては最近復帰を果たした問題児ジャモラントのプレー。4クォーター残り数秒同点の場面、トップでボールを持っていたジャモラントはドリブルでディフェンスをぶち抜くとフィニッシュもしっかり決め見事逆転ブザービーターを決めます。復帰直後にこのプレーはもはや反則級ですね。続いてはニックスとの試合で見せたギリシャの怪物ことヤニスのスーパープレイ。速攻を仕掛けたヤニスは一気にゴールまで攻め込むと豪快なダンクを成功させます。このプレーをもう一度見てみましょう。なんとボールを拾うと攻め込む時のたった2ドリブルしかしていないのに自陣コートからダンクを仕掛けているんですね。それにヤニスはドリブルをついているのにディフェンスはヤニスに追いつくことができていません。まさしく怪物のプレーです。続いてはこのチャンネルでおなじみヒゲ男のプレー。セルティックスとの試合、トップでボールを持っていたハーデンはシグネチャームーブであるステップバックでディフェンスを引き剥がし3ポイントを沈めます。ハーデンのあまりのスキルの高さとステップバックにディフェンスも諦めてしまっているのがわかりますね。ちなみにこの試合ハーデンは45得点を記録しシクサーズに移籍してからのキャリアハイを更新していました。そして8番目に紹介するのはキングレブロンの神プレー。左サイドでボールを持っていたレブロンはゴール下に走り出したチームメイトにパスを出してアシストを演出。レブロンといえば豪快なダンクなどをイメージしがちかもしれませんがこのノールックパス正直しびれてしまいます。ディフェンスも一瞬何が起こったのか分からず唖然としていましたね。続いては NBA で最も熱血的な男バトラーのプレー。4クォーター残り数秒同点の場面、バトラーがドリブルを仕掛けディフェンスはかわし見事ブザービーターを決めます。試合終了間際にもかかわらずこれだけキレキレのドリブルとそしてこの集中力は本当に人間離れしていますね。次に紹介するのは日本の宝である八村のスーパープレーです。左サイドでパスを受け取った八村はゴール下まで一気に切り込み豪快なダンクを叩き込みます。あまりにも強烈なダンクにベンチにいた AD とレブロンが興奮して立ち上がる姿がカメラに収められていました。
左コーナーでパスを受け取ったアンソニー・エドワーズはブロックの上から強烈なポスタライズダンクを叩き込むんです。さすがネクストジョーダンと言われるだけあって身体能力が段違いにすごいですよね。ダンクの際もブロックの上からというよりかは体の向きを空中で変えてる、このバランス感覚が半端じゃないです。サンズとの一戦、 B サイドでボールを持っていたレブロンは AD のスクリーンを使いゴール下まで一気に突破すると華麗なダブルクラッチでシュートを決めます。スクリーンを使った後ディフェンスの間を割り込むこのドリブルは本当に素晴らしいですね。またゴール下で寄ってきたヘルプを綺麗にかわし、ダブルクラッチもさすがとしか言いようがないです。まさにキングのプレーですね。続いてもカリーのスーパーハイライト。左サイドでパスを受け取ったカリーはドリブルでディフェンスを翻弄しシュートフェイクからの神スリーを炸裂。もちろんドリブルも美しいですが、カリーにシュートフェイクをされたら誰だって飛んでしまいますよね。結果的にドフリーの状態でカリーにスリーポイントを打たせてしまうという最悪の展開にはなってしまいましたが、ディフェンスの気持ちが痛いほど分かってしまいます。9とシュート。おー、カリーとホークンスフライバイアンドメイド。次に紹介するのは NBA 界の異端児ことラメロのプレーです。トップでボールを持っていたラメロはチームメイトがゴール下に飛び込むのを確認した瞬間にコート上を切り裂くようなパスでアシスト。このアシストを受け取ったチームメイトも尋常じゃないほど強烈なダンクを叩き込むんです。このプレーもう一度見てほしいのですが、ラメロがパスを出す瞬間ディフェンスの顔面の横からパスを出しているのがわかると思います。この位置はカットするのが不可能に近いのでディフェンスも反応しきれていませんでしたね。ネッツとの一戦においてオーバータイム残り3秒2点差で勝っている場面、ロゴ付近でボールを持っていたトレイはディフェンスとの距離が空いていることを確認すると何の戸惑いもなくシュートを放ち見事成功させます。この時間帯で確実にシュートを決め点差を離したい状況にもかかわらずロゴ3をしっかりと決めてくるトレイのメンタルにはもはや圧巻してしまいますね。ちなみにこの試合トレイは43得点と爆発的な得点力を見せつけています。続いてはネッツとの試合で見せたアデバヨのプレー。ポストアッププレーを仕掛けたアデバヨはその怪力じみたフィジカルでどんどんゴール下まで侵入すると強烈なダンクを叩き込みます。ダンクを決めた後のホイール姿がかっこいいですよね。17番目に紹介するのはミスタードリブルダブルことウエストブルックの神プレー。速攻を仕掛けたウエストブルックはチームメイトからのアリウープパスを豪快なアリウープダンクで叩き込みます。レイカーズ自体はミスなどが目立っていたウエストブルックですが、クリッパーズに移籍をしてからは水を得た魚のように活躍し続けていますね。これぞまさにウエストブルックのプレーですね。ロケツとの一戦、パスを受け取ったウェンバヤマはゴール下にいたディフェンスの上から強烈なダンクをかまします。正直この高さからのダンクはどうやって止めればいいんですかね。 NBA の常識を破壊するほどの勢いを見せるウェンバヤマ、今後のさらなる活躍が本当に楽しみで仕方がない選手の一人です。続いてはシクサーズとの一戦で見せたウォーカーのプレー。速攻を仕掛けたウォーカーは一気にゴール下までドリブルで突っ込みダンクを叩き込みます。もう一度このプレー最初から見ていきましょう。ドリブルでディフェンスを2人抜き去り、最後は敵チーム全員からブロックをされていますが、もうお構いなしにダンクを成功させていますね。5人抜きというこの圧巻のプレーは2023年スーパープレーまとめに入れざるを得ないと思いましたね。ネッツとの一戦において速攻を仕掛けたブラウンはゴール下にいたディフェンスと1対1の状況になりますが、構わず踏み切りブロックの上からポスタライズダンクを成功。踏み切った後のジャンプ力がとんでもなすぎて驚きを隠せませんでしたね。左サイドでコーナーでパスを受け取ったドンチッチは逆サイドでフリーのチームメイトを見つけるとコートを横断するバウンズパスを炸裂。あまりのパスにディフェンスも唖然としてしまっているのがわかります。お次はクリッパーズとの一戦において、速攻を仕掛けたレブロンはリーブスからのアリウープパスを豪快なアリウープダンクで叩き込みます。レブロンも素晴らしいですが、アシストを演出したリーブスのパスも完璧な位置とタイミングでしたね。
続いて紹介するのはチェット・ホルムグレンです。トップでボールを持っていた彼はシュートフェイクからのボードにボールを当て一人アリウープを成功させてしまうんです。 NBA という大舞台でさらに点差が1点差という僅差の状況でこのプレーは本当にすごいですね。高校の時にもしこんなプレーをして失敗してしまったら永久にベンチは確定でしょう。次に紹介するのはジャズのオチャイ・アバジーのプレーです。速攻を仕掛けたアバジーはチームメイトからのパスを受け取り豪快なアリウープダンクを叩き込んでしまいます。個人的にこういう連携プレーは見ていて本当に気持ちがいいのでかなり大好きですね。ディフェンスもなすすべなしといった連携プレーは感動的なほどです。マジックとの一戦、中に切り込んできたブラウンはチームメイトからのパスを受け取り強烈なポスタライズダンクを決めます。それにしてもかなりのパワーと迫力のあるダンクですね。ブロックする側もこの勢いで来られてしまうとどうすることもできないです。またこの迫力のあるプレーにチームメイトも大盛り上がりしていました。ある日の試合でチームメイトがルーズボールをなんとか拾いゴール下に向かってボールを投げるとそこに飛び込んできたマックスがボールを受け取り豪快なダンクを叩き込みます。このプレーには実況も大興奮して叫んでいました。クリッパーズとの試合、トップから一気にゴール下まで駆け込んだタリはチームメイトからのパスを受け取ると異次元すぎるダンクをかましてしまいます。あまりのプレーに会場もどよめいていますね。またベンチにいたチームメイトも大はしゃぎしているのがわかります。ブルブスとの一戦、右サイドでボールを持っていたグリーンはキレキレのドリブルでディフェンスをぶち抜き豪快なポスタライズを成功。最後のダンクも素晴らしいですがディフェンスが追いつけないほどのキレキレのドリブルが感動レベルでもうすごいですね。続いてはトッピンのプレーです。ゴール下でパスを受け取った彼はブロックの上から強烈なダンクを叩き込みます。あまりの強烈なプレーに実況もオビトッピンと連呼しています。最後に紹介するのは変態ドリブラーことカイリー・アービングのプレー。カイリーがハーフコート付近でスティールに成功すると一気にゴールまで駆け抜け後ろから走り込んできたチームメイトにパス、見事イージーショットを演出します。このプレー相手選手が油断したのを一切見逃さずスティールしたカイリーの洞察力と本当にフィニッシュを決めたチームメイトのダンクもかなり強烈で本当に素晴らしいプレーですよね。ということで今回は2023年スーパープレー集30選を紹介しました。皆さんの心に残っているハイライトは何ですか？コメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますのでチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。